バンクール熊本 FC は、かつて存在した、日本の社会人、サッカークラブ。熊本県熊本市を本拠地として2010年3月14日まで活動していた。鶴屋百貨店サッカー部を前身とする。道部は1973年の九州、サッカーリーグ創設時のチームの一つであり、1969年と1978年に、全国社会人、 サッカー選手権大会に出場した、熊本県内屈指の名門だった。しかし九州リーグには1973年に在籍したのみで翌年に脱退。1980年に熊本県リーグ一部で優勝して、以降は日本電信電話校舎熊本サッカー部や、東亜建設工業サッカー部などが力をつけたことも、あり、 熊本県内でも大きな実績を上げることはなかった。2004年に熊本県二部リーグから降格。2005年シーズンより九州リーグに所属していたアルエット熊本を母体として発足したロッソ熊本が J リーグを目指すことを表明し、選手選抜を行ったが、アルエット熊本の選手は一人も選ばれなかった。その後、アルエット熊本の選手の多くは、 同チームの元首相、坂木光一が所属していた、鶴屋百貨店サッカー部を継承、クラブチーム化し、新たなスタートを切った。2005年の熊本県地域リーグでは9試合で104得点、無失点で、全勝優勝。2006年1月に行われた、県地域リーグ決勝トーナメントに優勝し2部昇格。その際に、バンクール熊本に解消する。 バンクールとはフランス語で、勝利者を意味する。同年2部で優勝し一部に昇格。2007年の一部でも優勝し、県地域リーグから一部まで3年連続、3カテゴリー全てで優勝する。熊本県リーグ優勝チームとして参加した2008年1月に、行われた九州各県リーグ決勝大会では、九州イナックスサッカー部に、 決勝で敗れたものの準優勝し、九州リーグへの昇格が決定した。バンクールとしては、初の九州リーグ昇格であり、鶴屋百貨店時代を含めると35年ぶり、また一部の選手にとっては4年ぶりの九州リーグ、復帰となった。しかしリーグ戦が始まると苦戦を強いられ、上位チームとの試合では開幕戦のホンダロック戦での12。 失点など大量失点を喫することが多かった。また、選手の仕事との兼ね合いで、練習や試合に人数が集まらず、リーグ終盤では、本職 GK が不在の試合や、ベンチメンバーが不在の試合などもあった。ただ、会チームからは、確実に勝利を収め、リーグ最多失点ながら、余裕を持って、残留を決めた。2009年は、選手不足に陥り、 前年度から続いていたフィールドプレイヤーの GK 出場や遠隔チアウェイではスタメン11人揃わないことすらあった中3勝13敗の成績で旧チーム中再開に沈む2010年1月3日付のクラブ公式ブログにおいて2010年3月のタマホームカップを最後にチームを解散することを発表した主な理由として仕事の影響で 選手全員が集まって練習ができる時間が少ないこと。また人手不足や支援するスポンサーがない上に、J リーグに加盟するロアッソ熊本へ、スポンサーが流れてしまった影響で、資金不足に陥り、存続が困難になったことが挙げられる。ありがとうございます。